のスタメン予想を見たサウジサポの反応がこちら。俺たちは間違った道を進んでいるのに、彼らは正しい道を進んでいる。証拠に、三笘、遠藤、富安はみんなプレミアリーグにいるし、久保はレアルマドリードから出ていった。他にも南野はモナコにいるし、リストはまだたくさんある。久保、三笘、南野、遠藤、いやもう本当にすごいな。彼らの攻撃陣は多くの選択肢を持った致命的なものだ。ジュニア伊藤、三笘、大迫、南野、堂安、久保、中村、この6人は、前線で素晴らしいクオリティを持っている。彼らは疲れを知らない、三笘や久保、その仲間たちがムスハルサウジアラビアのサッカー協会会長の代表チームをジョーハラのキッチで圧倒するだろう。森保監督、日本代表監督、うちの選手たちはヨーロッパのより寒い環境でプレーしているが、これからサウジアラビアとの試合ではもっと暑い環境でプレーすることになる。非常に難しい状況だ。うちで一番暑いスタジアムはどこだ？問題は、今は気温が低いってことだよ。それを森保もよくわかっているはずだ。温度の影響を受けるとか言ってるけど、そんなのは単なる油断させるためのザレ言だ。温度があったにもかかわらず、彼らがバーレーンをどうやって圧倒したか見たか？これは代表チームに対する催眠術だ。そしてその後、襲いかかるんだ。日本人は賢くて狡猾だよ。ファルコンズの幸運を祈ります。